三章は、ハンガリーの国歌。神よ、マジャル人を祝福した前で始まる歌で、この名称でも知られている。八番まであるが、通常は一番のみが公式に歌われる。作詞は、キョルチェイ、フェレンツ。作曲は、エルケル、フェレンツ、フェレンツ・エクエル。この曲は1903年に正式に国歌として認められた。また、第二の国歌として、訓示と呼ばれ、 何時まじゃある人よ、古国に揺るがず誠実たれで始まる歌もある。この歌は憲法によって、三章とほぼ等しい法的、社会的地位を得ている。ラコッツ更新曲という曲も知られており、これは作曲者が不明の短い歌詞のない曲である。この曲は、軍の行事にしばしば用いられる。国家としては珍しく、国民の誇りを宣言するのではなく、神への直接の召弁を表現している。 モンゴル帝国がハンガリーに侵攻した時のモヒの戦い。ハンガリーは一敗地にまみれる。1526年のモハーチの戦い。この王が戦死し王家が断絶するという惨敗により、ハンガリー王国はオスマン帝国の支配下に入り、ハンガリー王の王冠はオーストリアのハプスブルク家に渡る。1848年3月15日。 群衆の前でネムゼーダルを朗読するペテーフィシャンドル第一次世界大戦で対ハンガリーのための講和条約のトリアノン条約によって割用されたハンガリー王国の領土。これによってハンガリーは領土の7割以上を喪失する。紺色、チェコスロバキア共和国領茶色、ルーマニア王国領赤色、オーストリア共和国領灰色、セルブクロアートスロベーン王国領ピンク色、 ポーランド共和国領緑色、イタリア王国領1五十六年のハンガリー動乱。ソ連軍が首都ブダペストに侵攻。ハンガリーの民主化運動を粉砕した。https w w w ヒラドフ二千十五零一二十1 2 0 a h i m n e s u s 到底に ithttp w w w アジェックフ フ、ブログ、ポス、A ・ヒムネススユージアズオースザギルズエレット、ハット ABC フェレンツコールシエシー、ザオーサーオブザハンガリアン、ナショナルアンセム、ワズボーン230イヤーズアゴーチェイクス、ローラ、デイリーニュースハンガリー、8オーガスト2020、コールシエシーフェレンツ、ヒムネススアーケーナム、マジャールアラミージェクピークネメッチジェクピーク、フ、ありがとうございます。